は、2004年新加入選手記者会見の、記者発表をさせていただきます。それではまず最初に、代表取締役の森川克己氏にご挨拶を申し上げます。この場に立てていて本当に、嬉しいです。去年、強化指定選手という形で、チームに合流させていただいて、本当にチームの雰囲気とか、自分のサッカーがこのチームなら、伸びるっていう、気持ちは実感できたんで、そういうところで入ろうと思いました。非常に若手中心ということで、それでも自分たちのサッカーっていうのをしっかり持っていて、自分にもプレースタイルが合っていると感じました。自分はボランチなんで、ボランチでボールを受けてサイドに散らすとか、ワンタッチプレーでミドルシュートも、自信を持っています。チームに早く環境に慣れて、そこから、体作り、徐々に、自分の、セールスポイントっていうのを出していきたいなと思ってます。やっぱり、後ろくんも言いましたけど、見られてるっていうのをすごく、感じて、そういうとこ、自覚して頑張れっていう励ましの言葉でもらったんで、頑張りたいと思います。サンフレッチェ入って身近なんですけど、森崎和さんとか、サンパイオさん、チームで一緒なんで、一緒に練習してどんどん吸収していきたいと思います。本当、新人なんで、思い切ったことをして早く試合に出れるように努力していきたいと思います。特に、感じてないですけど、早くサポーターの皆さんに、30番は青山だと、覚えていただけるように頑張っていきたいと思います。